たる者、やこにおいては源来光殿に仕え立てます。天皇の一人にしてその名も高く、ラベロクロを据えたけ。またこれなる者は同じく四天王の一人にして、高田の金徳と申す者にて候。すればこの度来光殿においては重き病にかかられ日々難儀しておられるほどに、あれば我ら両名来光殿のご様子を伺いに安城をつかまつらんぞと思うなり。はい、
ことなれば勝負返りし医薬の身薬をば服用いたし呼ば休めぬによって安ずも下がりて安らい将来心得もしてそろこの通り
者に下がりて安らぎたれば、もと高く聞こえて候。南城何事にて候。よし天皇の方々か、と不思議なことにて候。今日より将来、最後ばかかに申さん。はい。医薬の身薬をば服用いたし、よば休めたなれば、やかに腹痛を覚えとすいせり、医師も誰とも知れぬもの、それがしの課題に迫りたい。何者ならんとよく見れば、岩七尺ばかりの雲型の妖怪なり、あれ誓いにありし、レナル殿下の宝刀を持って切りつけたなれば、化粧の者くずこともなく消え失せ、難を逃れて候。これぞまさし名刀貴様の意徳なあり。さればこれなる名刀は雲霧丸と名付け、何じらに授けん。はい。じゃ苦しめたる化粧の者をば、首尾よく討ち取ってまいりやしてんの。上申して候。はい。